まっていただいたということで、私も数日前にりなちゃんの X 見ました。小田原に来てファンの皆さんの前でぜひぜひ今後の活動について皆さんに重大発表があるということなんで、もうもったいぶっててもしょうがないんで、皆さん暑い中お集まりいただいてるんで、まずはそこから、はい、みなちゃんの口からいいかな。じゃあまずは私の方から、はい、重大発表の方で。その手はなんだ、その手は。緊張すんな、緊張すんな。あ、いや、これな、え、ちょっとどっかから出る、隠してない、どっかに隠してない。探したんですけどね。ないない、それじゃない。まず結婚ない。はい、ちょっとホッとしました。はい、それから、はい、まあ、ロスまでかどうかっていうところに関して、はい、はい、わからない。わからない。それでもない。もうそれ、もうそれでもない。そこじゃなかった。まだそこはゆっくり考えたい。オッケー。はい。あと何残されてる？ガールズに専念かどうか。はい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 。そこも、はい、わからない。なんだよ、みなちゃん。今ちょっと今さ、3大ラインになっちゃったけど、何があんの、何があんの、じゃあ。実は、はい、来月の全日本選手権で、はい、私、中距離デビューします。わー、すごい、それある意味めちゃくちゃ重大発表じゃない？そうなんです。ここは私の決意の場所でもあったなと思って、はい、皆さんの前で自分の口から言おうと思って、まあ、ことの発端は今年で女子 の個人追い抜きが3キロから来年4キロになってしまって、ぜひ日本記録を作りたいと。来ました。いやー、皆さん、これ本当に、ある意味、じゃあね、このね、決意をね、別に X とか SNS で発信先にすることもできたわけじゃないですか、はい、なのに、あえて今日ここに来てくれて、自分の口から来てくださったお客さんに発表したいと思ってくれたんでしょ。そうなんです。ええ子や、ええ子や、相変わらず、ありがとう。ねえ、じゃあ、ね、ライダーもそのあたりのほら、競技のことってめちゃくちゃ詳しいので、どうなのかそのあたり聞いてもらっていいですか。競技全く詳しくなくて。え、なんで、はい、ちょっと、いや、オリンピックのめちゃくちゃ、ずっと TVer で見てたよ、生で。ねえ、ねえ、みんなの選手、うんうん、はい、え、なんか専念するわけじゃなくて、チャレンジする。私の願望的には中距離種目をすごくやりたくて、で、コーチに直談判して、今年の冬、大阪に大磯クリテリウムっていうクリテリウムがあるんですけど、はいはい、町田走りやつ、大磯ロングビーチの駐車場を周回する。あ、そうなんだ。本当ですか。で、私それに高校生の時に出て楽しかったので、それに出たいと。おお、それも一つの、はい、そういうことをロードレースとかもできるようにしたいなと思ったのがきっかけで、全日本で3キロとスクラッチとエリミネーションと、すごい、オムニアムみたいな、あとはスプリントも出なきゃいけないので、それってそんなに簡単にすぐじゃあ変えます、やりますみたいな感じでできるもんなの？ほら、我々素人だからちょっと分かんないんだけどさ。私の客室がどちらかといったら長い距離行けるタイプなので、はいはいはい、なので、そう、何回もチャンスがあるエンデュランス種目にすごく興味があったので、はい、ちょっと日本の宝の梶原選手が一番強いって言われてるんですけど、はいはい、どっかで続ければと。おお、じゃあ、ね、ほら、もう頑張れっていうね、声飲んでますけど、じゃあそのもう来月に向けてっていうので、もうこれからもうやっていく。そうなんですよ、実はオールスター終わってから昨日までずっとオフで、で昨日と今日でちょっと練習始めて、ちょっと全身が筋肉痛っていう。ああ、もうラーメンばっかり食べてたもんね。今日も食べました。今日も食べました。いいよいいよ、だってずっと我慢してきたんでしょ。好きなもの食べたいわな、もうお母さんになっちゃってるからそう、でも昨日一昨日からちゃんと始めて、でしかも去年も皆さん覚えてらっしゃいますか、みなちゃんここまでロードレースで来てくれたんですよね。そうで、今回もね、途中まで途中までは来たんですけど、ロードレースでは来ないですよ。ロードレーサーで、すみません、ロードレーサー、一人ロードレースじゃない、一人ロードレースみたいな感じ。車とロードレースしてきたんですけど、そう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 、でもやってきたんだから。初めて日本の夏のロードを走ったらちょっと挫折してしまって、すいません、お迎えに来てもらいました。いや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 、よかった、来てくれて。なんか、みな選手遅れてますって言うから、あれ、まさかのこの暑さでとかいろいろ心配しちゃったわけよ。履歴見たら、最大の温度が43度となったんですよ。ラメラメ、もう直射日光がすごくて、挫折しました。いや、よかった。でも本当、無事に来てくれただけでいいから、皆さんでね、その決意も伝えられて、決意揺るぎそうです。いや、ダメダメダメ
ダメ、この暑さでね、はい、じゃあその決意が揺るがないうちに、日本の、9月9日にあるんですけど、もしも新宿が近いよって方がいたら、そのバスツアーに参加していただくと、私の方からまた、オールスターのチャンピオンジャージとか、なんかその他ちょっとグッズを、プレゼントさせていただこうと思ってるので、うん、よかったら参加してください。皆さんこれ撮っててくださいよ、写メね、一緒で忘れないようにね、こっちも大切ですから、はい、8000円からです、はい、参加費ね、8000円から、8000円だけです、ポッキリポッキリ、腹じゃなくてポッキリで、はい、なんかいろいろとなんか養成所の中入ったりとか、なんかいろんなこともしてくださってるみたいなので、まずは最終日にみんなでこの OK ドリームスのメンバーで集合写真撮ったりだとか、まあいろいろ考えてくださってるので、よかったら涼しい競技の方を見に来ていただけたらと思います。記念にもなりますので、皆さんぜひぜひご参加お願いします、はい、よろしくお願いします、ね、こっちにもね、こっちにも見せてあげてください、お願いします、はい、最後に、本当に暑い中たくさんの皆さんにお集まりいただいて本当に嬉しいです。暑いので本当に日陰で休んで、これからまだまだ小田原レース楽しんでいただいて、まだ CS とか YouTube も私ちらほらいるので、まあなんか、なんだろうこの後も楽しんでください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ、電波機長の他にも行っても頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。